本日も茂木さんにお越しいただいております茂木さんよろしくお願いいたします皆さんこんにちはそしてこんばんは市長の徳永茂です本日もよろしくお願いをいたします茂木さん本日はどのようなお話をしていただけますかえ本日は新型コロナウイルス感染対策そして医療支援の取り組みについてお話をさせていただきます早速ですが新型コロナウイルスです ここへきてまた感染者数が増加してますよねそうですね、愛媛県の8月9日の発表では、県内の感染者数が過去最多、2841名、まあ、今治市におきましても、8月の13日の発表分で、過去最多の303名の感染が確認されるなど、まあ、増加がもう止まらない。 先週もお話をしましたように8月の9日から月末まで愛媛県 BA.5 対策強化,強化宣言が発出される事態となっております重症化リスクの高い方を守るため保健医療の逼迫回避と感染回避の徹底が求められているんですね BA.5 対策強化宣言の内容をもう一度確認したいんですが 県民皆さんの命を守るためこれ以上の保健医療の逼迫は絶対に避けなければならないという強いメッセージが込められているというそういういお話でした、まあ、強く意識しなければならないのはこれ以上の保健医療の逼迫を回避するための行動ということでしたよねそうですね。 先週、まあのお話によりますと、具体的には症状が軽い場合は、医療機関を休日、夜間に無理して受診せずに、平日の日中に受診するなど、症状に応じた受診が求められていましたよね、えー、1点目については、もうおっしゃった通りですねで、2点目なんですけども、無料検査等で陽性反応が出たとしても、 無症状の場合は無理して医療機関を受診をせずに新しく導入をされました愛媛県自主療養届け出システムを活用していただくことになっているんです、ね、で3点目としましては保健所が陽性者に連絡をし直接状況を聞き取るという、まあ、これファーストタッチというんですけどもそのファーストタッチの対象者が重症化リスクの高い方に重点化されているんですね。ね この重症化リスクの高い方というのは、65歳以上の高齢者や妊娠中の方、また医療機関から陽性があった方でしたよね。え、その通りです。え、治療が必要な方を確実に医療につなげるため。 重症化リスクの低い方には保健所からです、ね、ショートメールがまあ届きます、そして療養中の留意事項を連絡するこういういシステムになったんですねまあ今、感染が拡大している BA.5 の傾向によりますと重症化リスクが低い方には実際に自宅療養で良い場合が多いようなんですが。 もし急な容態の変化があったときを考えると、まあ、それを不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか確かに、奈々さんのおっしゃる通りだと思うんです。まあ、そこで今治市におきましては、感染が急拡大している今だからこそ、まあ、緊急対応として、できる限りの医療支援を実施することとさせていただきました。 茂木さんそれはどのような医療支援なんですかえ実はですね新型コロナウイルス感染症で自宅や施設で療養中の方は、まあ、1500名以上いらっしゃるというふうに伺ってございます、えー、自宅等で療養をなさっている方が様体、えー、が悪化した場合ですよね、えー、こういう場合連絡をどういうふうにしたらいいのか、まあ、そこでコールセンターの整備が必要になってくる。 でコールセンターにまあお問い合わせをいただいて、えー、診療が必要だというふうに言われた方への往診、そして医療機関と自宅等の間の搬送にかかる体制の確保を行いましたコールセンターの設置というのは、新たな取り組みになるわけですが、今治市内の方なら、いつでも、まあ、誰でも電話していいんですか。 そこが少し勘違いをされるところであるんですけれども今回のサービスはです、ね、自宅療養者の皆さんに限定をさせていただきたいというふうに思っているんです例えば私がです、ね、陽性を確認をされましたで無症状ですでこうした場合というのは愛媛県の自主療養届出システムに登録をするそちらの方からショートメールで何らかの対応 まあ、容態が悪化したときにはこういうふうな対応してくださいねという,ふうなメールが届きますそのメールの中にですね、えー、愛媛県が開設をしているコールセンターそして今治市が開設をさせていただくコールセンターこの番号がまあ記載があるんですねで私どもがコールセンターを開設をさせていただくのはあ夕方の5時半から夜の10時半までです。夜の10時半まで でこのコールセンターにおきましては、様体の聞き取りを行いをさせていただいて、まあ、往診が必要かどうか、お医者さんや看護師さんがまあ判断をしてくださいます。そして必要とあれば、お家の方にお医者さんが来てくださるというふうな、まあ、そんなサービスなんですね。緊急的に開始をした事業のために、地域によっては対応できないところもございます。まあ、その場合はこれまで通り お昼でありましたが発熱外来を、そして深夜帯でありましたが救急臨ン病院も受診をしていただくというふうなことになろうと思います医療機関と自宅などの間の搬送の体制確保についてはいかがでしょうか。 医療機関で陽性判定された方のうち交通手段のない方がお家に帰れないという事例を伺ってございますまあそういった事例に対応するために今治市医師会さんの方で車を用意をしてくれていますこれは今治市と医師会とタクシーの組合さんの3社の連携によりまして 運転手さんはタクシー会社さん、車は医師会さん、そして、えー、要請された方はそのお車に乗っていただいて、お家に帰っていただく、まあ、料金につきましてはご利用者の負担というふうな、そのため、交通手段のある方や自身で帰宅できる方はまあ対象外になるということですね。ということですね、はい。医療機関と自宅等の間の搬送の体制確保についても聞きました。茂木さんこの取り組みですが いいつつかからいつまでで行われるんでしょうかまあ現在、医師会において、鋭意準備をいただいてございまして、準備が整い次第早急に事業開始をさせていただきます。終了は12月の31日までを予定しておりますけれども、感染状況によって、まあ、柔軟に対応していく予定です。 コロナ前であっても医師会、また各病院そして愛媛大学医学部の協力もあっていろいろな方面からの尽力で今治の救急医療体制を維持することができているんだと聞いていましたので、まあ、このコロナ禍の医療現場本当に大変だと思いますその通りなんですね、このコロナ禍において医療機関、医療従事者の皆さんには本当に長い期間 ご苦労をかけておりますそして感染の急拡大に伴いまして発熱外来や救急が大変混雑をしておりますまた一方で医療機関の職員さんにもの中にも感染者が増えてまして現場では全く余裕のない状況での懸命な対応が続いているんですねコロナ以外にも緊急を要する重症者への対応も必要です まあ、そういったことへ思いをはせるということも忘れないいよようにしたいですよねあの医療現場から伺っているんですけども、例えばその皆さん、まあ、医療機関に行かれますね、そうしたら長時間待たされる、まあ、そのことで大きな声を出して、えー、看護師さんに威圧的な行動を取る、まあ、そういうふうな声も聞いているんですけども、ぜひです、ね、そんなことはやめていただきたいというふうに思っているんですね、皆さん、本当に頑張ってくださっています。 医療崩壊を起こさないため今治市としても医療支援を行うことで重症化を予防し保健医療の負担が少しでも軽減するように努めて引き続き愛媛県や今治市医師会さんなどの関係機関との連携を緊密に感染症対策に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えています。 市民の皆さんにおかれましては夏休みで帰省をしました友人や普段顔を合わさない親族等との会食は事前に無料検査を活用いただくなど特にご注意をいただきたいというふうに思います、えー、職場等身近な範囲で陽性が確認をされた場合は接触が軽くても念のため会食に参加しないさせないこうした会食ルールの徹底 夏のイベントに参加する場合には、イベント前後にハメを外した飲み会やカラオケ等はしないなど、イベント感染回避行動の徹底、そしてワクチン接種へのご協力をお願いをしたいというふうに思っていますでは最後に茂木さんから、市民の皆さんへお伝えしたいことがあれば、お願いします。先月かららおお願いいいいしててる節水水についてお知らせががござまますまたダムの貯水率が 上昇に低下してるんですよねそうなんですね8月の17日朝9時の段階で玉川ダムは64.7%宇手名ダムは83.4%となっております玉川ダムは65%以下となったことから17日から上水道について20%工業用水については60%の取水制限を実施することとなりました え少しの雨では貯水率の大幅な回復は見込めずこのまま雨が少ない状況が続きますとさらなる出水制限や減圧給水を行うこととなります、えー、市民の皆さんには引き続き節水にもご協力をください本日も茂木さんにお越しいただきままししたた木さんあありりががととううごござざいいました。